戦闘服、戦闘服、戦闘服とは戦闘用に作られた衣服である。アメリカ陸軍では2005年から英士、陸軍、戦闘服と呼ぶようになった。軍服には当初 TPO のよる区別はなかったが、兵士の作業服や将校の略装として通常勤務服が定められるようになった。やがて、 通常勤務服が戦闘にも使われるようになったが、明細、衛星等の必要性から、これまで戦闘の際に着用されてきた清掃や通常、勤務服、あるいは作業服とは別に、専用の戦闘服を採用するようになった。費用節約の目的のみならず急激な季節変化に対応するために、裏表で異なる図柄や色彩を施した。 リバーシブルの戦闘服を採用する場合もある。現代陸軍の戦闘服では、主に次のような着用品からなっている。これらを基本とし、各種状況や環境に合わせた装備を装着する。19世紀までの戦闘、特に正規軍同士の中規模、大規模な海戦は、わずかな例外を除き接近戦であった。また、全近代の火器に用いられる火薬は、黒色火薬が主流であり、 激戦時には、荘園で視界が不自由になることも稀ではなかった。そのため、混戦での敵味方の識別、及び指揮官の所在地把握などを容易にするため、派手な現職の軍服が主流であった。しかし、ライフル銃の登場や無煙火薬の普及をはじめとした、銃器の性能向上や軍事技術、科学技術の発展によって、 戦闘が白兵戦から遠距離の射撃戦に移行すると、現職の軍服は目立ちやすく、狙撃されやすい弊害が生じた。このため19世紀後半から、目立たない、アースカラーの戦闘服が提唱された。しかし中世ヨーロッパの甲冑の威発を継ぐ、磨き上げられた強行や、兜、金モールや検証で飾り立てられた派手で美麗な、軍服は、 騎士道の伝統に由来した精神的美意識と密接に結びついていたため、各国の保守的な軍上層部は、泥や枯れ草の色をした軍服を身につけるなど、軍人としての名誉を既存するものであるとして、強硬に反発した。このためじみな色の軍服の普及は、19世紀から20世紀初頭にかけての数字の専役で、目立ちやすく派手な軍服の弊害が繰り返し、証明されてからのことであった。 多くの陸軍の戦闘服の記事は、仮想戦場が、森林、平原、密林、砂漠等の地理的条件により目立たない色合いが選ばれることが多い。第二次世界大戦頃まで最も多く使用されていた色合いは、カーキ色である。これは、インドの自然条件を背景に、インド中節英軍で採用され始め、イギリス正規軍のシンクの制服が、 あだとなりゲリラ戦に占められた第二次防和戦争が終結に向かう1902年頃に英軍全体で使用されるようになった。これに倣って各国にも採用されるようになった。最も成功した名材は陶器に降雪地帯で着用するジロのオーバーオールであり、これは絶大な効果を発揮した。また純白の戦闘服は他の名材服よりは優美であったため、 各国においてほとんど反対なく採用されている。1920年代のドイツでは戦闘服の名材としてと呼ばれる直線で構成された図形を配置するパターンが研究されていた。その後、記事に複数の色彩で雲型や反転の模様、パターンをプリントした名材記事が登場した。そして1929年に イタリア軍が迷彩記事を用いたテントを採用。同じ頃、ドイツ軍でも研究が進められ、1930年代初頭には、迷彩テント及び、迷彩服、スモックが採用された。この当時の戦闘服は、制服と兼務されており、派手な気象がついていたが、それを着用したまま、迷彩効果を上げるため、どうしても通常の軍服の上に重ね着する。 スモックという形を取らざるを得かったと思われる。このスモックは上着のみであくまで応急的な処置であった。その後ドイツ軍は1944年頃に明細記事でできた制服を開発、正式に配備した。これが明細服のルーツであると考えている研究家も多い。これに遡る1940年初頭にアメリカ軍は 各種迷彩記事でできた戦闘服を開発、一部が少数採用され、限定的に使用されたが、試作、研究の域から脱することはなかった。海軍は軍艦上、空軍は航空機に搭乗するか飛行場での活動が主となるため、戦闘服を作業服として用いられることが多い。幕末の近代化策において、戦闘服の合理性が重視され、 薩長軍においては、実用本位の段袋、筒袖の戦闘服が採用されるようになった。かつ海州はこれを、紙くず拾いのような服装と揶揄している。また必ずしも明細をでは意図したものではないが、幕府軍もナッパ隊、若菜隊と呼ばれる緑色の軍装を採用した部隊を設立していい。戦闘服は、基本的に長袖のみであるため、夏場の工場業務でも、 戦闘服の着用が指示される場合には袖を折って半袖にするものもいる。西側での最初期の正式迷彩は1947年にフランス軍で採用されたリザード迷彩である。その後、フランス軍ではウッドランド迷彩に酷似したカムフラージュヨーロッパ、サントロール、セックに移行したが、ブラジル軍やギリシャ軍では引き続き使用されている。 スウェーデン軍では1990年よりスプリンター迷彩風の迷彩が採用され、ポーランド軍では1993年よりパンテラ迷彩が採用され、ドイツ連邦軍では迷彩が採用され、ブルガリア陸軍では DPM 迷彩を自国の自然環境に適するように変更したものが採用された。冷戦終結後の1991年頃に、 陸上自衛隊では、迷彩服2型が採用され、2007年以降より、マイナーチェンジモデルである、迷彩服3型が配備されている。カナダ軍が1990年代に、迷彩効果が高いデジタル迷彩である、キャドパッドを採用し、以降デジタル迷彩を採用する国が登場した。フィンランド国防軍ではが採用され、中国人民解放軍ではが採用されている。 アメリカ陸軍では2005年4月以降、A 市、アーミーコンバットユニフォーム、陸軍戦闘服と呼ばれる全地域型名彩服の配備を始めている。なお、米軍の通常勤務服装については軍服を参照。海兵隊では、マリーンーコンバットユーティリティユニフォーム、幕を使用し、には森林用と砂漠用がある。また、海軍が 任務上海兵隊と同じ戦闘服を使用する場合がある。海軍が2007年から導入したの青色を基調とするタイプ1が不評であったため、緑色を基調とするタイプ3に移行すると発表した。拡張式寒冷地被服システムの迷彩も戦闘服と同時に更新されている。ソ連崩壊後もソ連時代の迷彩服を引き続き使用していたが、 ロシア連邦軍では、円は、エジナやマスキローフォーシナーやラスコーベットか迷彩が採用された。日本ではしばしばデジタルフローラと呼ばれる。周辺国も近代化を図りデジタル迷彩を採用している。一部では、ウッドランド迷彩やマルチカムを採用する国も存在する。英氏で用いられたユーシップ迷彩が軍内で不評であったことから英氏の 名彩がマルチカムに変更された。A 氏戦闘服及びマルチカム名彩は改良され、改良された名彩はアッパーシャナルキャマフルジパターン、オシッピーとして採用された戦闘服は改良後も名称の変更はされていない。また、米空軍も米陸軍と同じ戦闘服へ移行しているが、左胸のワッペンが US アーミーなら陸軍、US エアーホースなら空軍であり、 差別化がされている。米軍以外で採用されているマルチカムパターンは、イギリス軍のマルチ、テレーンパターン、MTP、オーストラリア軍のオーストラリアンマルタイカムカムフラージュ、ANC、デンマーク軍の M11 が有名。なお、戦闘服という言葉は、勝負服として、ホステスなどを中心に、仕事着の意味を持って使われていた時代もあった、今も、 稀に使うものがいるが、事実上背後に近い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。